うっす。YouTube を見てるみんな、こんにちは。今日はね、なんでこんな外で撮ってるかというと、俺久しぶりにカメラ撮ろうとしたらさ、なんか、ちょっとおかしくって、おかしいのはちゃんと撮れてる。ちょうど撮れてるね。おかしいのがあって、なんか、電気がいかれててさ、照明が。どうしようかなと思って、よし、自然光がいいと思って、一番自然光が当たるところどうかなと思ったら、ベランダだったので、ベランダに来てます。大丈夫です。お隣さんに迷惑をかけるような配置のベランダじゃないんで、お隣さんにこれ聞こえるのは多分無理だと思います。真逆にしかいないんで。真逆？だいぶ向こうなんで多分大丈夫でしょう。はい。ということでね、あ、ごめん、これね、生オレンジティー、ドンキホーテで買いました。最近ね、あんま、こういうラジオ動画とか撮ってなかったんですよ。で、なんかちょっと理由があって、この理由は何かっていうと、話すことが特にないんですね。ただ、あまりにも、ちょっと顔を出してなさすぎるんで、まあ、あ、そう、サングラスちょっと変わったでしょ。あのサングラスね、まあ、別に直そうと思えば直せんだけど、なんかゆるゆるになってて、ガバマンになってて、ちょっと無理だったんで、まあ、ちょっと、そう、海のさ、撮影に行ったっていう動画あげたじゃん。あれでなんかちょっと青いのがいいかなと思って、なんか、海だし、ちょっと青基調で行こうかなと思って、この青のサングラス買った、青っぽいサングラス買ったんですけど、思いのほか気に入ったんで、これでいいかと思って。はぁ、お願いします。どうですか、最近。なんか皆さんいいことありましたか？僕はね、ちなみにいいことは、ああ、まあ、ちょっとね、労働の数をちょっとだけ減らしてます。少し。労働時間を少し減らしました。それによってね、いいことがあって、YouTube、あと何年でやめるかな、みたいなこと結構考えてたんですよ。まあ、もちろん、なんか、頑張って、まあ、無理になったらやめようかな、みたいな思ってたんですけど、まあ、このテンションだったら、多分全然やめずにやれるな、みたいな。最近のいいことはそれかな。YouTube やめる気があんまなくなった。今ぐらいの労働の感じでいいんだったら、まあ、いっかな、みたいな感じの。まあ、楽しいしね。最近は。なんか、やりたくないことをやっぱ無理やってるのはマジしんどいから、無理にやってたりとか。あとやっぱ、まあ、過去で一番撮影が辛かったのは PUBG 後期かな。あと、フォートナイトのアスレチックしたくないのにアスレチックするのはマジでしんどかった。まあ、それはしんどい。フォートナイト一時楽しかったんだけどね。一時期楽しかったんだけど、あんま楽しくなくて。まあ、PUBG はね、もう地獄だったね、最後の方。もうどうしようみたいな。惰性でとりあえずやるけど、今日何するみたいな。みんなでやってたじゃん。まあ、みんなでやってて別にみんなのこと嫌いとかじゃなかったんだけど、でもまあなんか、まあまあ辛かった。まあまあ相当辛かったね。後期は相当やばかった。でも PUBG 求められてたから、やるざるを得んみたいな感じになって。まあ、今はなんか、マインクラフトっていう名前のなんかオンラインゲームをずっとやって、なんかネトゲとか MMO みたいなのずっとやってる感あるから、まあ楽ですね、かなり。かなり楽で、楽しくやれてるかなって感じがします。あとそうだ！今度ね、バイクを買おうと思います。バイク。ツイッターではね、バイク行ってて、で、YouTube で動画どうしようかなと思ってたんだけど、またバイク買うって言ったらさ、またなんか、バイク、イキリ勢がさ、なんか、これはいいだの、あれはいいだの、いらんアドバイスしてきて、めんどくせえなと思ったから、やめとこうかなと思ったけど、言ったらまためんどくさいことになるから、やめてこうかなと思ったら、ああいうのってさ、やっぱ自分がさ、仮にこうコスパ悪いさ、ゲーミング PC とかそうじゃん。めんどくさいやつ多いんだよ、ゲーミング PC 界隈って。絶対にツイッターで相談とかしない方がいいよ、マジで。本当にめんどくさい。なんでめんどくさいかって言うと、なんかこう、イキリ勢みたいなのが多いんだよね。え、それは損だよ、みたいな。それコスパ悪い、みたいな。え、これでしょ、これが最適解でしょ、みたいなさ。で、失敗するのもちょっと楽しかったりするし。だから別に、そんな最適解を教えてほしくないじゃん。まあ、もちろんさ、なんか危険とか生命の危険があるようなことをしてたら止めるべきかもしれないけど、まあそうじゃないんだったら、まあ別に損しようが、なんだろう、愚かなことをする権利ってまああるわけじゃん。バカなことをする権利ってさ、
なんかよくネットとかだとバカなことしてたらそれやめて、やめた方がいいですよって言って止めに来る人いるけど、別にバカなことする権利ってあるじゃん。だから、そんなことしたりさ、びっくりしたな、ちょっとゴミが落ちててゴキブリかと思った。ゴキブリじゃなかった。そんなことする権利ってあるからさ、だからまあなんか、あんまアドバイスとか、そんな欲しくなくて、まあ、言わんとこうかなと思ったけど、まあいっか、みたいな。どうせコメントそんなに見てないし、まあ見なきゃいいだけの話だし、まあいっか、みたいな。YouTube のコメント多すぎて俺追っかけれないんだよね、ほとんど。ほとんど見れてなくて、もう、見るための配信のコメントとかは全然見れてるんだけど、YouTube のコメントは全く見れてなくて、あんまそう、こんなこと言わん方がいいか。全部見てる。リスナーさんの応援のコメントとかね、読んでると励みになります。本当だよ。多分。まあそう、バイクをね、買って。この前ね、中免が終わって、で、俺、ウラル乗りたくてさ、ウラルって普通免許のマニュアルで乗るんだよ。まあ中免いらないんだけど、今度マニュアル取って、で、あ、俺、オートマ、あの、あれはオートマなんだよ。あの、普通免許オートマだから、まあ、どうせだってオートマしか乗んないだろうと思ったけど、人生で。まあ、人生、なんか変化はあるんですね、やっぱり。マニュアルの限定解除を、まあ、速攻で取って、その後、ウラル買って、で、大型まで取っちゃおうかなと思って、普通二輪のバイクの大型まで取って、まあ、大型何買うか決めてないんだけど、いや、ウラル、速射付きのバイクなんだけどさ、めっちゃかっこよくて、トライク扱いなんですけど、まあごめんなさい、あの、ちょっと細かい話は、別にどうでもいいかなと思うんですけど、うん、そんな感じで、ちゃんと一発で、ストレートで卒業できました。よかったですね。あの、なんだろう、バトルフィールドの APC、歩兵戦闘車両の方がよっぽど難しかったね、バイクより。うん、まあまあ、そんな話はいいんだけど、何の話だっけ？あと2分50秒話さないといけないのか。話す内容はないんだよ。話す内容はないからね、ラジオも、ちょっとな、みたいな。ラジオ動画撮ってくれっていうのも結構あるんだけど、別に物申すこともないし、別に物申したくもないし、なんか、なんだろうな、最近、もうずっと出してないから、多分最後に出したのって、ずいぶん前だと思うよ。ずいぶん前に最後に出して、で、今みたいな感じだから、4ヶ月前ぐらいじゃない？ 4、5ヶ月、しかもさ、ワイプもやめたじゃん。この辺にあったじゃん。ワイプやめたのは、ワイプあるとね、半分ぐらいしか撮れないんだよ、動画撮影。同じ記録で。やっぱり顔もさ、映されてるって思うと、別になんか、なんだろう、めっちゃ意識してるわけじゃないけど、やっぱりさ、こう、多少は身支度しなきゃいけないじゃん。ゴミみたいな格好で撮影した時もあったけど、できれば多少は身支度した方がいいし、できればカメラを、まあ、意識できればした方がいい。まあ、してないんだけど、あんまり。でもそれでも疲れるのよ。そこまでしてなくても。だから、まあ、ワイプはいいかな、みたいなもん。ワイプつけ、あと、なんていうのかな。なんか俺がちょっと浮いて感じるんだよね、ワイプつけちゃうとゲーム実況に。ちょっとそれを持って、例えば、そうだな、Apex みたいなゲームだったら、まあワイプつけてもいいかなと思うけど、なんか例えば Apex で、まあソバルトとハツメと話をしながら Apex するとか、まあ別にあれでもいいよ。あの、ヒマジンとコノとかでもいいよ。まあ誰かと話をしながら Apex するってなったら、なんか対等じゃなくなるかあるんだよね、動画の中で。わかるかな、この感覚。わかる？人間と何かが話してるみたいな。難しいな。なんだろう。マインクラフトとかさ、中でさ、こうチャットに対して話すとさ、なんか俺が浮いて感じるっていうかなっていうか。難しいな。ちょっと理解させるのがめちゃくちゃ難しいんですけど。まあ別にそれはね、まあほぼ後付けのようなもんで、実際は動画の撮影がね、無理っていう、そんなにするのが。やっぱ1日4本投稿は地獄なので、最近5本になってるけど、最近の5本はね、5本目はなんかもう、なんか、バイオミュータントっていうなんかまあ、再生数も伸びるわけない、しょうもないゲームをやってるんで、まあ、あれはもう趣味でやってて、ちょっとやりたいな、みたいな感じで、まあ、ついでに動画投稿するかくらい実況のものなので、まあ、そんな見なくても大丈夫です。そんな感じで、やってます。はい。
10分だった。よし、降りますか。最後にちょっと生オレンジジュースを飲み干すクズさんを見て終わりましょう。動画の時間がね、長ければ長いほどお金になるんですよ。だからできれば引き伸ばした方がいいです。10分とかじゃなくて。とはいえ、あと10分間これを撮り続けるのは、さすがに無理があるな。最近よく遊びに行くようにしてるね。最近よく遊びに行くようにしてる。外に意図的に出るようにして、遊びに行くようにしてます。あ、もちろん感染症対策があるんでね。まあ、ちょっとしたお散歩しか行かないんですけど、もちろんですよ、それ。まあ、感染症対策、緊急事態なんたらとかね。まあ、あるのでね。もちろんそんなね、外でご飯食べたりとか全くせずに、マスクをして、フェイスシールドをして、でその上からもう一回マスクをして、僕はもう外出してます。外出するだけ当たり前ですけどね。はい。まあ、こんなもんにするか。じゃあ、お疲れ。